안녕하세요한국어강사이경아입니다여러분은한국사람과대화를해본적이있으세요요즘은인터넷을통해서한국사람과대화를하거나한국사람들의대화를들을기회가많아졌잖아요그런데도전을못하시는분들은대부분일거예요왜냐하면한국사람과대화할준비가안되어있으니까그럼말할준비는무엇인가하는것에대해서오늘이야기를해보고자합니다자그럼오늘도변함없이저를따라오시기바랍니다 Let's go! 뭘먹을까따뜻한것을먹어야겠지라떼가있고코코아를먹을까라떼를먹자따뜻한데자오늘저는어디에서일본어를쓸까요저는오늘탁구연습을가요제취미는탁구거든요오늘탁구연습을가서일본친구들하고일본어로많은대화를할거예요저의일본어회화연습은거기서하고있어요자여러분들도입을열어서많은회화를하도록합시다뭘봐 では韓国語の会話力を上げる6つのポイントをご紹介します今日すぐに実践できるものなのでぜひ今日から活かしてみてくださいまずは1番勉強よりも心構えが重要間違えても大丈夫だって私は韓国人じゃないんだもんこの心構えが勉強より大事です。この心構えがないと、いくら語彙と表現を知っていても、間違えるかもしれないと不安になります。そのため、なかなか口を開けなくなるはずです。しかし、間違えない限り成長はしません。たくさん間違えたということは、たくさん挑戦したという証拠です。今日から間違えるのが当たり前という心構えで勉強していきましょう。間違えても大丈夫。だって私は韓国人じゃないんだもん。私は日本人じゃないんだもん。間違えても大丈夫。次は2番です。まず、聞く力を鍛える。会話というのは聞いたり話したりすることです。韓国語を勉強したての皆さんなら、最初は聞き手に回る方が多いでしょう。そのため、会話力を上げるには、まずは聞く力を向上させる必要があります。私が韓国語を教えながら気づいたことの一つが、聞くことが上手な人は話すことも上手ということです。韓国語に多い発音の変化を理解するためにも、まずは聞く力を鍛えましょう。韓国語の聞く力を鍛える方法については、前回の動画で紹介しましたので、そちらもぜひご覧ください。3番、映画、ドラマを真似る。映画、ドラマのセリフは短いので真似しやすいです。そして実生活で使える表現が多く出るので、覚えておくとすぐに使えます。映画やドラマを活用することで飽きずに勉強できるはずです。私が楽しく見させてもらった韓国ドラマは、トッケビとサラゲプシチャです。名ゼリフを気持ちを込めて言ってみますね。너와함께한시간모두눈부셨다날이좋아서날이좋지않아서날이적당해서모든날이좋았다사람이죽기전에아주잠깐자신의생에서가장행복했던순간이지나간다고하잖아아마그순간중지금이있을거야映画を見る時間がないという方は、私が頑張って演技した韓国語脳トレーニングという動画がありますので、ぜひご活用ください。次は4つ目です。文章を見ながら繰り返して話しましょう。
ネイティブの音声をよく聞いて正確な発音を真似してみましょう。時間の余裕がある方は自分の声を録音して比較してみるのもいいでしょう。コリアンテナでは受講生の方に音読の課題を出して LINE で送ってもらったりするんですが、回数を重ねれば重ねるほど発音が正確になり、スピードもネイティブ並みになってくるのがわかります。発音、抑揚、リズムなどに注意して繰り返して読むことが大切です。一文を1回聞いてから3回繰り返してください。聞く回数より話す回数を増やしてみましょう。次は5つ目です。実生活で知っている単語はとにかく韓国語で言う。当たり前ですが、会話力を向上させるためにはアウトプットの時間を増やす必要があります。アウトプットの時間は相手がいなくても作ることができます。例えば家事をしながら目に入ったものを韓国語で言ったり、自分の行動を韓国語で言う習慣をつけてみるんです。正確な文章を話そうとしないで、설거지、빨래、커피를마시다、まずは単語を言う習慣をつけましょう。完璧な文章でなくてもいいので、日常的に韓国語の単語や表現を話すようにしましょう。次は6番、考えずに話そう。頭の中で文章全体を作ってから話そうとすると、結局何も話せずに終わってしまったり、自分が話す時間より相手の言葉を聞く時間の方が長くなってしまいます。長い文章を話そうとするのではなく、短い文章で自分の意思を簡潔に伝えるようにしましょう。自分の意思を十分に伝えることが目標ではありますが、まずは自分が話す量をたくさん増やすようにしましょう。完璧な文章を作って話そうとすると結局遅れて次の話題へ進んでしまうことがしばしばあります。先に主語を言ってしまうとか、単語をまず言ってしまうと、その後はなんとかなります。そうしないといつまで経っても自分はあんまり喋れず会話が終わってしまいます。考えることが大切なのではなく、話すことが大切なんです。여러분오늘영상어떠셨어요?입을열지않고한국어를잘하기를바라는것은노래를듣기만하고가수가되고싶어하는것과똑같아요.자오늘여러분들은얼마나입을열었어요?밥먹을때만?자이제부터는죽은공부를하지마시고살아있는공부를하시기바랍니다.어떻게?틀려도된다!나는한국사람이아니다!그럼저는다음영상에서뵙겠습니다. 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.